こんにちは。今日はなんとあなたのために曲を作りました。イエーイ。この曲は結構前から作りたくて、なんか曲ってあんま作ったことないんですけど、なんか作りたいなって、あなたのために歌いたいなと思ってて、自分の部屋に行ってギターを取ってどうしようと思って、ギター弾き始めたんですよね。そしたら曲がなんかポンって出てきたので、今日ぜひあなたに歌いたいと思います。この曲の背景は、よく私たちは自分のことを、なんか自分の目で自分のことを見るときに、自分は特別じゃないとか、いらない存在だとか、あんますごくないなとか、そういうふうに見えるときがあるんですけど、神様の目には私たちは本当に愛されていて、私たちを本当に喜んでくださっているって、そういう歌です。ぜひ聴いてください。知らないけど君は愛されている。気づいてないかもしれない。